まったく、あなたたちは本当に懲りない人たちですね。コンメル、ついにこのアガスティアで暴れるとは。いよいよ観念した方がよろしいですよ。出てくるかもしれねえとは思ってたが、まさか本当に出くわしちまうとはな。当たり前ですね。このアガスティアは帝都であると同時に軍の本拠地でもありますからね。幾度となく我が輩の手から逃げてくれましたが、それも今日で終わりですよ。このアガスティアで帝国軍人が敗北を喫するわけにはまいりませんからね。敵の本拠地にまで乗り込んでしまったことをせいぜい後悔することですよ。おしまい。許さない。まだまだ、こ
これからです。まだですね。帝国軍人の名にかけてここは絶対に投資はしませんよ。ほう、まだ立ち上がるか。あら、
今回はいつになくしぶといのね。当たり前ですね。帝都を、帝国を守る軍人がこの町で負けるわけには。でもこのままじゃこの町の人たちだって危ないのに。な、何をデタラメを。いや、信じがたいかもしれないが、どうやらそれは真実なんだ。な、さ、最小閣下はそのためにアーカーシャを。俺たちはあの大将さんに連れられて実験の被害者だって奴らも見てきたぜ。ありゃひでえもんだった。町の全住人をあんなにしちまおってんだから正気の沙汰じゃねえ。しかしですね、我々はあなたたちを捕まえろと最小閣下から厳命を。だからその最小さんに従ってたら町の人が犠牲になっちゃうのよ。帝国の軍人さんのお仕事はこの国の人たちを守ることじゃないの。そういうわけだ。ここは通してもらうぞ、ポンメル。兵隊さん、どうしたんだい、こんなところで。なんでもありませんよ。気にする必要はありませんね。またどっかの気空団が町で暴れてるみたいだけど。ねえ兵隊さん、この辺りは大丈夫かね。連中はタワーを目指して、ここはすでに通過していきましたよ。タワーに？そりゃまた物騒だね。近所にも近づかないように言っとかないと。ありがとう、兵隊さん。ところで、顔色が悪いようだけど、まさか、その例の気空団と戦って、怪我でもしたんじゃ。いえ。おい、兵隊さん、ちょうどよかった。さっき妙な噂を聞いたってやつがいてさ、なんか今暴れてる気空団が町のやつらが犠牲になるとかどうとか言ってたって。ああ連中なんか仕掛けてくるのかな。なあ兵隊さん、この町は大丈夫だよな。ああ兵隊さん。